はい、どうも。今日はですね、菅総理が二階幹事長と共に参加しました会食について、思うところをね、述べさせていただきたいと思います。お忙しい皆さんのためにね、結論からまず先にお話ししたいと思うんですけど、まず率直に思ってふざけんなっていうところですね。私的にはふざけんなとは思いました。だってさ、ねえ、俺ら国民に対してよ、その行動の制限をかけてる人間なわけだよ。ねえ、5人以上だったかの会食は控えるようにって呼びかけてる人間がさ、8人でさ、会食してだよ。ねえ、何やってんですかって話ですよね。もうみんな思ったでしょ、これは。でさ、ちょっとイラッときたことがあってね。その加藤官房長官が会見で、その今回のその会食について質問されたことに対しての返答がね、さまざまな分野の方々に会い、多様な意見に触れることは政治家にとって大変重要、個別に適切に判断されていくと思うっていうことを述べているんだけれども、おい、ちょっと待てと。ね、いや、それはわかるよ。ね、さまざまな意見に触れることは大事なんだけれども、ね、このコロナ禍であんたらね、我々に対して行動の制限を要請している立場だ。ね、それをまあ義務化してるわけじゃないけれども、お願いをしてる立場なわけだから、その人たちがね、それを守らずしてどうするんですかって話なんですよ。でね、多様な意見に触れるのに食事を返さなければいけない理由って何かありますかって話なんですよ。それほど重要なお話をするんだったら、お酒も食事もなしでね、重要な話を聞けばいいんじゃないんですかね。食事を抜きにして話に集中できるように会談を行えばいいんじゃないんですか。なんで食事を伴わなければならないんですかって話なんですよ。いやね、心情的にはね、この人たちの要請なんか聞きたくねえなっていう気持ちなんですけど、俺的には気分的にはね、でもまあ、ほら、俺もね、周りに65歳以上の人たくさんいるからさ、なるべくね、その辺のところはね、こう皆さんに迷惑かけないようにというふうに思ってはいるけれども、トップがこれじゃあね。でもさ、トップがこれだとね、こんな姿見せられてたよ、ね、トップがこれだからさ、こんな人の言ってることなんか聞きたくないって言って、なんか忘年会とかやる人めっちゃ増えそうな気がするね増えるよ多分。え、だって菅総理やってるじゃないですかって、なんで俺らやっちゃダメなんすかって、俺らはもう安全には一応気をつけてますよって言っちゃえばさ、何も言えないでしょもうね、総理が許されるけど一般市民は許されないことなんて何もないでしょね。何それ、上級国民だからですか上級国民は許されて叱るべきなんですかね。一般庶民は許されないけど上級国民は許されるべきなんですかね。ね、まあさ、別にこれのね、この件で菅総理辞めるべきだとか、どうやこうやっていうようなことを言うつもりは全くないんだけれども、もう少しご自身のね、行動がどのように国民に見えているかっていうことは少し考えて動いた方がいいんじゃないですかね。こういう姿を見るとね、当事者意識が全くないようにしか見えないんですよ。もう完全に人事としか考えてないような気がしますよ、彼らは。だからね、こんな人本当大丈夫、ね、なんかさ、こうエスカレーター式にこう、なんていうの、総理になっちゃった感じの人じゃない、菅総理って大丈夫なんかな、こんな人に任せてて。まあ、あとね、個人的な感情です。あくまでも個人的な感情なんだけれども、二階幹事長ってさ、なんか顔見てるとイラッとすんのね、俺あの人嫌いよ俺なんかね、お茶ぼ口の二階幹事長、俺ね、あの人もなんかね、あの人の顔がね、すごくイラッとくる。なんかね、すっごい悪そうな顔してるじゃんなんていうのかな、こう、あくまでも個人的な偏見にしかならないんだけども、こう私利私欲にまみれてるような顔にしか見えないね、あの人の。なんかこう、時代劇でいうと悪代官顔してるでし
俺の中ではもうその位置づけなんですよ。でしかもさ、なんか今回のその GoTo の件に関してもさ、なんか二階幹事長が大きく関わってるっぽい話も聞こえてくるしね。ほら二階幹事長ってなんか旅行業界のなんか会長とかやってるから、それの兼ね合いでね、今回の GoTo とか めっちゃあの力入れてたらしいんだけど、なんかさ、それってさ、こう自分の関係する団体のこうなんていうの、利益を守るためだけに動いているような感じがしてね、なんかすごく汚らしいものに見えてしまうんですよね。なんていうのかな、こう日本社会全体のことを考えずに自分のね関係するところだけこう守れればいいやみたいな、こうなんていうのかな、まあちょっとこう大げさに言うとさ、こう私物化してるというかね、こう政治を私物化して自分のもののように扱っているようにしか見えないんだけど、これはあれなのかな、考えすぎなのかな、なんかねそんな風に見えるんですよ二階さんは。いやわかんない、これ二階さんが俺的にあんまりこう生理的に受け付けない顔してるからってからかもしれないけれども、なんかねこう、まあ、自民党全体の問題なのかな、わかんないけど、どうしてもね、うん、なんかこう私物化してね、自分のいいようにね操ってこう利益を誘導して、自分のこう何かしらにねこうリターンがあるように動いてるようにしかちょっと見えないかなっていうのが正直なところです。だからね、それに対してね、それに対してその公明党のね山口代表がそれに対して会見で苦言を呈したことについては、とてもね印象がよく見えてしまうわけですよ。いやね、別に特別なことを言ってるわけじゃないんですよ、山口代表は。こう、なんていうかな、政治家としてね、国民のリーダーとして当然あるべき姿をまあ普通にねやっていきましょうっていうことを言っているだけなんだけれども、なんだろうねこの差は。まあだから自民党がね、自民党の方々が、まあ、当然やるべきことを、まあ、あるべき姿でないというだけの話なんだとは思うんだけどね。だからね、こういうね姿を晒しておいて、いや俺たちはちゃんとやってるよっていう風なことをね言えてしまう、その姿勢が俺はちょっと気に入らないかなとは思ってますけどね。明らかに要請してる側の姿勢としてはあるべき姿ではないと俺は思っているので、うん、これをねもってして、いや我々はちゃんとやってるから大丈夫ですって言えちゃう、その神経がちょっとどうかと思いますけどね。いやさ、あのまあまあこんなことは言うべきじゃないのかもしんないけど、いやあんたらみたいな、ね、人がいるとさ、その俺らほら別に重症化するリスクってそんなに高くない年代なんですよって話になっちゃうんですね。でね、あの65歳以上の方がさ重症化するとさ結構やばいよっていう話があるからさ、そういう人たちになんとかね、そのなんとなんていうのかな、こう移さないようにとかね、いろいろこう気を使ってやってるわけじゃないですか、ね。まあ、確かにね若い人も重症化する可能性はあるんだけれどもね、ただ、そういうのはちょっとやられるとさ、ちょっといろいろさストレス溜まってる身としてはさ、ちょっとどうかと思うんだよね。わかるかなみんなこの気持ち。いや、うん、まあそうなんだよ、まあ、気持ち的にはね、俺の個人的な気持ちはさそうなんですよ。だからね、65歳以上のお前らが何しとんねんっていう。ね、俺ら我慢してるのにお前ら65歳以上やろっていう、菅総理に言いたいんですけど。ダメですかね、ダメですかね。あの率直に言ってそんな気持ちです。あと、あれだ、もう一つ文句言いたいことがあるの。あのね、記事読んでたらね、その二階幹事長がさ、その会見でね、マスク会食を実践したかっていうことを問われてるところがあってね、でね、それに対して、マスクを取らなきゃ食事できない、みんな十分に注意してるとかって言ってるんだけど、うん、それじゃあマスク会食してないっていうことを言ってるってことだよねっていうふうに思っちゃったわけですよ。なんかさ、その提案した側の人たちがさそれやらないのにさ、俺らにそういうの提案するのちょっとやめてくんないですかねっていう風に思っちゃうんだけど、何なんだろうねこの人たちって。提案したんだったらさ、あんた方自分たちでやんなさいよって思うんだけどさ、だってさ、これさね、マスク会食やってるんだったらマスク会食してますって言えるわけでしょ。それ言えないってことはやってないっていうこととしか取りようがないわけだから、
ねえ、何が十分注意してるんだよ。ふざけんな。提案してんだからおめえらまず率先してやれよって話なんだけど。マジで嫌になるね、この人たち。もうだから二階さん嫌いよ。別に二階さんの問題じゃないんだけどさ、でも嫌いこの人。いやね、まあとにかくね、今回の件はね、そのどうやこうや、政治的にどうやこうやって話では俺は考えてないんだけど、イラッとする話ばっかりだね。ほんと、なんだろう、あんまりストレス溜まってないかに見えて、やっぱりいろいろね、その行動の制限をかけられてることに関して、私もやっぱりストレスを感じてるんだろうなーっていうふうに感じたのが、この今回の会食事件、会食事件っていうまで言うほどのものじゃないのかもしれないけど、まあそれでちょっと自分の中で感じるものはありましたね。やっぱり自分なりにこうストレスは溜め込んでいるんだなという思いはありますので、今の時点ではね、まあそんな中でね、こういう行動をされるとちょっと気分はよろしくないよねというところだと思います。はい、皆さんはどのように感じられましたでしょうか。何も思わなかったよとか、別にいいんじゃないっていうご意見があっても全然いいと思います。私は別にそれに対してね、菅総理、まあ、さっきも言いましたけども、菅総理やめろとかっていうつもりはないんですけれども、まあトップとしてね、リーダーとしてあるべき姿ではないんじゃないんですか、というふうには思った次第でございます。何かね、思うことございましたら、ぜひコメント欄の方でね、コメント残していただければ幸いでございます。以上。